幕府と村内文化、辻裕和さんの幕府ともに信仰文化をつった芸能者、被差別民という所ところです。はじめと変わりつつある室町文化史の捉え方ということが言われています。どういうことかと言いますと、まあ、従来この義満中心の北山文化と東山文化と。えー、ところが、要するに義満、義政。例えば中学受験では、 あの高氏、吉光、吉政、そして吉明覚えるといいと、吉光、吉正で北文化、東文化、金閣、銀閣とかで教えるんですけども、学術レベルで言ったら、この吉持、吉則器といったものが実は非常に重要であると。この吉持、吉則器って何が起こったのかというと、この吉光期に作られた文化的模様質問が年中行事化していく、あるいは美術品工芸コレクションが形成されていくっていうのは この吉持吉野力であって、この吉持吉野力におけるこういった形、でもちろん吉光・吉正も重要であるということで、吉光から吉松岐まとめて、これをあの北山が東山に分けるんじゃなくて、一つの室町文化として捉えていく必要なんじゃないかということですね。で、この吉持吉野力、何が起きたのかというのを詳しく見ていこうということが、この、で、あのそれをその室町文化を支えた人,あの人々、芸能者、 とか別民こういった人々がどういうふうに文化にこう関わっていたのかというのを同傍衆それから能楽師それからレンガ師策定史この4つから見ていってますまず同傍衆ですねその成立を損したことないようですけどもどういうあれなのかあったら同傍衆というのは低発発体網郷を持つトンセシャのことですね この同房宗は、義満期には多様な出自があったんです。例えば、あの、えー、武家の悲観、あるいは武家、引退した武家とかもいろいろあ言ったわけです。とか、義元期には、この武家悲観層がいなくなっていって、もうちょっと下の、ローワークラスの人らになっていくと。義の期に、この同房宗っいうのが成立していくと。で、同房宗というのは、これ、あれですね、能阿弥、芸阿弥、僧阿弥というふうな三大にわたって、 室町将軍家を使い続けるような同房、まあ、衆というのが世襲化していくわけですね。彼らの職種というのは将軍家に近似して、電柱の掃除、あるいは配膳、あるいはあの死者となってる、あるいは使者の取り次ぎを行う、献上物の管理などを行っていると。会所の同房衆と言われる人々と、それからお姓の同房衆という人々がいるんですが、まあ、ここでお姓の同房衆というのは、できな場、特に例えば、えー、御代とか、 将軍家御台所とかそういったところに使える人々なんですけども、この会所の道房集というのは公的な場でいろんなことを行う。まあ、こういう電柱の清掃、配膳、特にこの献上物の管理ですね。この献上物の管理というのが非常に、えー、まあ道房集の文化的な役割と言われるところです。で、この発初発体、阿弥郷の統制者ということで、足利将軍、若宮三景、絵巻、これ、六条八幡宮、若宮八幡宮。 京都市の現在は五条の上あたりに移転していますが、もともとは現在の京都東急ホテル、あの堀川五条の南にある本願寺の門方会館から、えー、京都東急ホテル、このあたりにあった,ああったんですね、江戸時代に移転しています、えー。この若見八幡宮に足利将軍が参詣するときの絵巻ですね。 これは足利義持というふうに言われてるんですけど、実際には多分足利義治か義輝の頃の姿を描いてるだろうと。というのは、後ろの方に、ここに出てる人間全員エボシかぶってます絵帽子被っかぶった人間ボロボロおるということで、室町の末期だろうと見られています。戦闘機って、この仮木の姿、これがれですね、将軍家ですね。で、この縦絵帽子をかぶっているとこれお掌番衆、この辺がお供衆。 この辺に走り衆がおって、これが同房子ですね。同房子ですね、これが。彼らは何をしていたのかと言いますと、そこでは蔵の管理と美術品の鑑定であるで、吉光における前阿弥という人物がこういった蔵の管理、要するにこれ蔵の管理というのは経済的なものですね。さらに、えー、それだけじゃなくて、この蔵の管理、つまりお金の出し入れ、 のの問題にプラス美術品の管理修復なども行っていたとあるいはこの吉光基にお蔵預かりを行っていた金闇という土壇誌は唐ら柄の鑑定を行っていると実はこの蔵に納められているこの唐ら柄というものを管理修復しそれを鑑定して根付けするこういったものが幕府財政にも非常に大きな影響があるわけですねこれは後で述べられますけども で道房主による美術品の管理は、後の東山五物につながっていくと。同房主の役して名品の展示と価値の共有というのが挙げられますが、室町幕府の将軍というのは、この唐物総言、唐物を飾りつけることによって、権威がを挙げると。まあ、例えばあの、ここで辻さんが言った春例を出しているのは、伏見宮菅房親王が、義教のもとに初めて行ったときに、菅房が書いてるんですね。 殻物がいいっぱいあるとあのごはなぞの天皇の室町の行行でも、義典は、から物で部屋を埋め尽くすんですね。ですね、そのから物がずらー並んでいるあの。中央から来た美術品がずらー並んでいる。これが将軍家の権威を表し,て表していると。これもただ単に並べてるというよりも、ちゃんとかあのこう綺麗に並べられてる。要するに、その時代の価値観。 からものをこうかっこよく並べる、そうすることによって立派に見せる。時代の価値観を体,体系化して展示する役割があったと。この能編み、芸編み、総編みというのは3代によって室町証言に仕えたん、えー、です彼らはさらに絵の描き方を提示する。中国伝来のからものというのは実は、まあ、一般人にはこれ目に触れる機会なわけです。要するに吉典も 房天皇の父親が来たとか天皇が来たとかそういうここぞという時にこの空物をぶわっと出すんですけど、えー、普段からそんなこと言ってるわけじゃない今ちょっと思いついたことなんですけども義則が伏見の宮家に出入りしていた女官のトップである、えー、東の御方これあの貞房親王の,の父親である中人親王の,の側室でおるんですけど彼女に義則がこの絵、えー、どないやと声かけたら「この絵、えー、ダサいですね」と言ったらブチギレたと。 いううシーンがああるんでですけどももこれも結局あるんでしょうね要するに将軍家の官邸にケチをつけるということは時代の価値観を体系化して展示するというそういう側面にケチをつけたことですね。だからあのこれただ単に義則が、えー、短期でいきなりぶちゲーだっつうんじゃなくて彼女のやったことはそういう室町殿の将軍権威に対してケチをつけかねないそういう問題であったというふうに見るべきかなと思ってます。 芸み、総編みというのはそういう唐絵の模写を行いで、そのいろんな絵の技術っいものを習得して、それを提示して、でこの能編み、あるいは芸み、あるいは総編み、こういった人々がさまざまな唐絵の技術をこう解析し、それを復元していくとで。それによって人々は彼らによる写しを見て、 中国とはこういう絵を描くんだというふうに知る。で、この能編み、芸編み、総編み、こういった同房衆の技術が室町機絵画のスタンダードとして確立していくと。で、さらにこの先ほどのあれですね、あの東の御方が義則の絵にケチをつけた義則をプチ切れたというのは、うん、え要するに自分の言う。 審眼にけじつけられたのがぶち切れたというのでなくて、これ、美術品の価値、評価というのは、幕府財政と非常に大きな問題になってくると。か物っつというのは、これ、幕府財政に非常に密着しているわけです。どういうことか、献上品がありました。この献上品を根付,けし根付けし、それを自社に寄進して修理費に充てるということをやっているた献上品 あのかとかの,けんかものこれを根付けした上でそれを自社に寄進すると。これやったら幕府は一切自分の懐を痛めずに自社の修理費を出すことができるという形であってこの献上品の根付けというのが非常に幕府財政にとっても大きい。要するに同じ辛いでもあの価値付けというかこの根付けが違えばこれ幕府の財政にめっちゃかと言れてく高く根付けされればされるほど幕府の 資産っいうのは増えていくわけですだから多分、よしのりさんはあの、東の方にぶち切られたよね。ちなみに、ぶち切れたよしのりさんがその時にあのみ、峰打ちにしたという話がありすが、あれ絶対嘘ですあの。緊張と書いてあるんます緊張はあの志村けんのネタですよね。お主、いくつじゃ ?13 でございます。シャーンって肩のシャーンと抜くシーンがあるんですけど、パチャシ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 ャンっあるシーンがあるんですあれが緊張ですよね。 吉乗りは多分、あの、この世いかがも、ダサいですね。シャーンシャキーン出ていけだったんでしょうね。室町幕府、応仁の乱後え、財政逼迫していきます。その財政逼迫ともに、空物の売却。こうなると余計に大事なんですね。同房主の鑑定書による価値が続くわけであって。これが東山五物の高騰につながっていくと。 田信長というあの目黒川うなさんの漫画にもこのネタが書いてあるねあの吉井正が99巻で売ったものが村田寿工から人手を渡って朝倉総敵の時には500巻に、えー、なっていて5億円ですね。それをあの松永あの大和の松,松永久秀っと言われた時には10億円になっていて織田信長は大和の国のつくもなすびの着替えに。あの のの国の支配権を被災で引き渡すとだから一国と取り替えたと。それを聞いて、あの朝倉宗敵が生まれ変わった犬が、お主バカかかと言ってますけども、国が滅びるぞと言ってますけども、宗うでどん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 と、えー、わらしべ長女に上がっていく。同房所より鑑定書による価値づけがついていて、それが、えーまあ、東山五物の出身であるとなったら、そものすごいになるわけです。農薬者で,ですね。 御用学者という方があります。さまざまな所属の農薬者、これが室町殿に近似して交流をしていくわけですね。だからそれまでいろいろなあちこちの座に所属している農薬者がおるんですけども、それが皆さん室町殿のそばにやってきて、で、お互いにこう交流し、刺激し合うと。で、その結果、室町殿周りの御用学者が設計されていく。御用学者。まあ、室町殿が脳に与えた影響の大きさを 示しているとさらにその御用役者つまりもちろんこの室町の知性を賛美するという側面があるこの脳の演目っていうのは室町の知性っていうのを隠喩的に賛美しているとさらにこのサジ奇跡っていうのも重要であってこの佐治奇跡の割り振りを掌握のことな,なんですねそこで序列の可視化が行われていると。 こうずらーっとこの中心にまず神が座る席からあの将軍ずらーっとこう末席に至るまでこうずーっとこう序列化されていくとだからパッと見て掃除機見たらどの辺に座ってるかっつうのが与えられるわけですこういうさまざまな御用役者プロパガンダこの猿楽伝学という信仰の芸能をいち早く庇護してプロパガンダに使用したのが室町殿であって院天皇が農家界移行するのは大米20年代 5個松の代までで遅れるわけですねだから約20年ぐらいずれてると。室町殿は脳に何をもたらしたのかというと、それまで年齢改定性、えらいもあの年寄りがえらいというんですから、実力主義になっていく。要するに室町将軍家にどれだけ人気があるかによって格が決まってくるす。つまりこれは実力がある人間があの室町幕府は気に入る。その結果、年いってるから上がるんじゃなくて、 あの年功序列制じゃななくくてて、えー、実力主義になっていくとつまり室町殿の町愛をめぐる競争によって脳を積むものも変化していた、ね、急速にいろいろな進歩が続くまあ世阿弥の有玄、えー、とかそういったものも、えー、そういう室町殿を、えー、めぐる競争の結果ですねで吉野力から吉正暉には年中行事か式覚か要するにあの、えー、正式なあの議事になっていきます それを通じて武家社会においての関心が高まっていくと、大乳来光、地方下校がおけると、それにひっついていって、農学者たちも新しい被護者が現れていくるとで、その結果、広範な観客層に訴えかけるような脳が広がっていくというふうに、脳がドワーッと広がっていく、もともとはこれ、室町幕府がこの機内周辺の信仰芸能を組織したということで、まあ、大きな役を果たしていると。レンガ レンガも公式行事化、いつかやったらやっぱり吉典期なんですね。吉光家、吉持家というのは個人的であり、しかも臨時的だったんですが、吉典の時にこれ公的化し、さらに恒例行事になります。吉典亭の月並みレンガ祭、あるいは北野市満空崩楽レンガ会レン、そういったものが行われていきます。で、このこういうレンガ会を通じて、このレンガ会に招かれる人間、この北野市満空崩楽レンガ会とのはまあ予選で、 で、この中で、吉則のお気に入りにお気に召した人々が、この月並みレンガ会に誘われて、で、そこでレンガを行うと。これなんかも、このレンガによって、政治上は可視化されているわけです。吉則との距離感が、こう、可視化されていくと。そういったレンガ会の運用されたレンガ師たち。まあ、このレンガ会というのは、専門家、レンガ師のサポートが行われていると。 まあ多いのは、この中流武家出身のレンガ師が結構多いんですね。まあ、幕府の近いところで彼らは活動しています。で、幕府によって編成されていくと。吉本時期の情勢、吉野力のあ優、吉野力教師の,のさんにて活躍し総勢、あの、北野社レンガ解消奉行も彼らは担当しています。こういう自社,、ね、自社と幕室町殿の環境をこう結んでいるのもガ瓦だと。さらに下がって葬儀、建祭。 この辺はあの有名なンガ市で、幕府が無理を言って了承取らせています。つまり、幕府としては、この著名なンガ市を掌握したいという、<laughs> FA とかあの呼びたいというね。で、応仁の乱後には下校するなどして、京都の文化を地方に伝えていくわけわを伝えています。逆に地方でそういった葬儀たちが、まいた種というものを伝えていますね。例えば、今川義忠に使った葬長なんかが有名ですね。 それから被差別民たちですね。淡水河原門たち、えー。策定に従事する禅や新言僧、石立僧という人々がいましたけれども、室町時代にはこれが被差別民による策定に移っていきます。なので、彼らは金陵庭番、仙洞お庭番、九方お庭番というふうにそれぞれあの組織されていって、彼らはこの禅僧や新言僧の指揮の下で実労に従事していって、策定技術を習得したもとも泊まれています。特にこの山水河原門たちが徴用されるのはこの吉則なんですね。 義時の命によって、虎菊という瓦者が樹木の検知を行っていると。あちらこちらの樹木をチェックしに行く。で、この虎菊の報告を受けて、義時は、じゃあその樹木をくれというふうに検上すると。義援時代からやってみたいですね。さだふさしんの,のに義援から使者がやってきて、伏見の名家の樹木をくれくれと。 いう,ふうに言ってきたんで、ザフタ親王はあの一生懸命頑張って、あの樹木を送ってるシーンがあります。その翌日に、あの吉則はあの天台座席になるんで、おそらくその関係の仕方なんでしょうね、あれ。で、このトラギクさん、吉間さんによって非常に重用されていきます。自称寺のを作った人物ね、後に善神と前書いてますけども。で、このトラギクの活動の背後には、瓦門の集団的な活動があったんだろうと言われてます。 で、この策定の階層が広がっていく。さらに、将軍家からどんどんと町中に広がっていく。さらに、都市化によって住居が狭くなっていくと、この策定技術も変わらなきゃならないと。例えば、込み。これ、込みって言いますけど、樹木の刈り込み技術。樹木をこう小さく求めていく。さらに、盆山盆栽ですね。現在、いつも盆栽です。まあ、こう策定技術の理論化。 それからそれを伝えていく。さらに新しい作定技術が広がっていくという。そういったことが幕府のところになっていると。一言で言うと、幕府というのは信仰文化を吸収して立て直したとで。特色というのは信仰文化を積極的に取り込んでいる。さらに専門家を組織して宣伝に努めて規範を作り上げていくという。こういう幕府の特色があると。幕府の 文化の室町文化の達成ではったの文化を吸収し、仕立て直して広範な人々に価値を知らしめ、人々がに文化へのアグラを育てていったというふうにまとめています。これは脇田春子さんが、都比・紀泉融合の文化というふうにですね。都比・紀泉融合の文化というふうに脇田春子さんはあの、えー、言うとありますけれども、まあ、室町時代というのはこの都比・紀泉融合の文化と。 ちょうどこの頃東洋史の世界でも、いわゆる古典中華といったものが成立すると言われている時代であって、まあ、これ、東アジアの流れ歴史の流れに位置づけてみても、まあ、あのちょっと興味深いし、ちょうどこの義時の頃をそこにして吉政、義時のえ死んだあたりから、あのまあ東アジアのいろんな流通が、V 字回復をえ成し遂げて、1140年代が最低なんね。 そこから急速に上がっていくそういう時代でもあったこところをちょっと考えてみてもいいんじゃないかなと最近ちょっと考えております。文化の話以上です室町殿からから者が寺社収蔵費用として寺社に渡るわけですね。はいそうすると、うん そこを当然収蔵費用に充てるためには売却しななきゃいけないわけですよ、ね、そうですね。まあまあそれとも何かの、まあ、売却なのか交換なのかわからないけどいわゆるリスプロスティというか造物の贈り物の輪ができるのかどうなのかでそれがどこに向かっていくのかっていう研究はあるかな。 櫻井さん言ったらへんかなねえ <laughs> あの象の歴史学とかもっと読んで見たらもしかしたららいやいやだから,いやいやだから地方のねまあちょっとした物士層にはメイピンとかイコ、はい、とか行くわけですよね威信物としてはいそれがどっからどう行ってるのかっていう問題とも絡むと思うのねはい 要は競って田舎の対名たちとかちょっとした連中が自社から買ってんのかなとかね、うん、と有力商人とか行くのか、まあ、まあ有力商人に返して流れていくのかってそういう流通過程がもしくはそうじゃなくて田舎の連中はチョークでどこか,から手に入れてんのかとか、まあ、いろんなことを 考えざるを得ないわけですよねわ、ま、かんないよね。ちょっとわかんないです。あ桜井さん何か言って言うてんかないやあんまり言ってない。<laughs> 言ってないですかいやいや,あのいや、維新財形に関してはね、はい、大問題ですよね。桜井さん言,とと言ってたもたいな <laughs> いや。探ってみたいなとは思うんだけど、あともう一点ね、はい、室町幕府は基本的に、 オーケと公家、はい、と合体化して吸収していく。吸収っていうか一体化していくんだったら。古典的な芸能でいいじゃない。だって、小とか、上とか、美馬のとか。芸能を引き継ぐわけだからっていう考え方も出てくるんだけど。だけど、やっぱり室町殿は。新しいものを取り入れていく、くそこら辺をどう評価するのか。 一体化体制論だけではうまく説明できないあれなんですね小花園天皇なんかは結構松林とかあの、はい、ああいったものなんか結構そういやあれかあの あこれはし関係だなあの昭光天皇が平局を聞こうとしたらそんな下品なものを聞くなとあ五穀、うん、松は言うんだけど五穀松は平局が大好きでいつも琵琶法師を招き入れて聞いとって「あのお前が言うな」と「いや俺は天皇やめてるからええんやと」と、えー、言うてあのついにあ昭光天皇はぶち切れて出ていっちゃうという事件があったなあと、うん、あれなんかも多分あのその辺の建前と本音のあれで。 五穀松の時に多分天皇家もかなりその辺あの、逆にだからこれ遅れたというふうに言うてるけども、うん、そのまま遅れたまま朝廷も、あのこれ結局五穀松ですよね。五穀、うん、松ってそういう意味ではあの結構おぼろそうな人物でありますね、これ。いや、だから単に権威とかっていうだけじゃなくて。うん 今で言ったら、ポップとかポップアートとか、はい、ひ,とひと昔前で言うと、ロックンロールが入ってきたとき、それを吸収、うん、やっぱり吸収せざるを得なかった、うん、うんはあ、やっぱり、やっぱ下からのエネルギーってのはすごかったのかな。多分それはあるでしょうね、そういったものをど取り入れて、洗練あの、自分的にしていく。うんうん でないとやっぱり持たないでこれも遅れが頂点も結局それをやっぱり取り入れないと持たないうん持た、うん、鎌倉への対抗意識みたいなでもないんですかそれはないんですか鎌倉への対抗意識ね要するに鎌倉区法逆にどっちだったらとあの室町の方から取り入れていく方じゃないかな ただあの、これもまた難しい話で、あのたとあのいや東北になると、いや私は放棄の,の時に岡洋一郎さんにここ突っ込んだら嫌やなと思ったら、というここで突っ込まれたんだけども、あの東北地方にはきあまりそう京都的な話が入ってきていないという話が入ってきてる。そ <laughs> の辺なんかどうなんだろうというわけですね、うん庭。庭の作りも全然違うよね。 みたいですね。うん、あの東北北部から蝦夷地にかけては、うん、あの一応まあ仏は結構京都好みのものがあるという関根さんにたるけどもあのどうも話聞いてるとあのかなり違うと、うん、やっぱり京都的世界はちょっと薄いよねどう見ても、うん、みたいですね うん、そこをめっちゃ突っ込まれてああそうなのかと。<laughs> だからどうもやっぱりうん。匂い,は違ううん、いかんともちゃうんでしょうねこれ。あので最近「伊勢総勢の対等」という文章が書かされたんで。 伊勢総水から北条治安へのあれなのか,あれな,んかなかなかあの関東と京都の問題で結構あのいろいろ考えさせられるところあるなとここでちょっと序列化のところで確認したいんですが、はい、えと室町殿の姿は参加者から直視できるんですか どうなんでしょうね、あれああれままり見せないなない気がししすけどどねね、どううんでしょう、ね、あの天皇のように見過ごしとかっていうのが原則なのか、それとも姿を視認できるようにするのかっていうのは、これ、あの序列から意味が全然違うわけですよね。うん、要するに、隔絶した世界にいる人間なのか、近接してくる 存在なのか要はプロテスタント的な絶対的な向こうに隠れてる神なのかカソリック的な荘厳の中に近接できる神なのかというそれなんかすごいの歓昌大飢饉のあのー、鑑賞大基金の田楽桟敷なんてあれどうなってんだろうというそういうのってた<え>ま治やす方ではよく 問われる装置論なんだけどうん、分かんないんでしょうねこれうん、東島さんなんかこのこ,このところ多分分かったら多分めっちゃ描くと思うんで、うん、<laughs> ここがここが問題で何か分かるものあればおそらく権力の本質っていうのが出てくるような気もしないではないんですけど、うん、すいませんね素人がただこういう絵を見ると案外どっちかやったら 見せてたんかなぶ、うん多分天皇にこれはないないだろうと。ええ、だから天皇は隠してプロテスタンの時絶対的なあれで将軍はこうやって姿を現す。そうかな、うん、といやいやいろんな可能性があるんでちょっと今度分かったら教えてください。非常に興味があのちょっと私も考えて、ちょっとそれそこを意識してちょっともっぺんあのちょっと考えてみますそれ。